ジャニーズウエストの中間淳太と小滝のぞむが、13日放送の ABC テレビ、テレビ朝日系、あなたの代わりに見てきます。リア付きウエスト、毎週日曜午後1時25分にて、ワンハンドグルメの突撃取材を行う。ジャニーズウエスト中間淳太&小滝のぞみ、ワンハンドグルメを取材。2020年10月に開始した関西ローカルでの放送が好評を博し、2021年10月からジャニーズウエスト初の全国ネット冠番組としてお届けしている同番組。メンバーがペアを組んで日本全国の様々な理解不能な人や場所、通称リア付き案件を突撃取材する再当たりドキュメントバラエティーだ。バル、11月13日の放送では、最近各地のサービスエリアで流行しているワンハンドグルメに注目。中間と小滝が、サービスエリアで人気のワンハンドグルメを当てるべく、東北自動車道を福島県から埼玉県までキャンピングカーで走り抜ける。スタジオでジャニーズウエストのロケをジャッジするロケの達人、スキニーには、ロケの流儀を全員が無事で帰ること、だと解くビビる大木を迎える。バル、中間と小滝に言い渡されたミッションは、最近は片手で食べられる、ワンハンドグルメがサービスエリアで人気を博しているとのことで、東北道を南下しながら3つの SA に立ち寄り、それぞれどのグルメが人気ナンバーワンなのかを当てること。3カ所中2カ所以上を当てられなければスタジオの面々に罰ゲームが下るとの宣告に、俺たち何もしてないのに、とメンバーは抵抗を見せる。早速ロケ開始かと思いきや、ワンハンド、グルメなので、と、片手を拘束し利き腕しか使えなくされた中間と小滝。最初に訪れた那須高原サービスエリアで、100種類以上あるというソフトクリームや、東北道で唯一だというバーベキューなどを次々と頬張った結果、1問目からあっさり正解。バラエティーの掟破り、を見せる中間と小滝に、大木は、ここで当てちゃうのね、と大きく驚く、ワンハンド、めっちゃ体力使うと難儀しながらも次々とグルメを平らげ、フォローし合いつつ頭をひねる二人に、大木はどんなジャッジを下すのか。判定のポイントとして大木が挙げたのは、さすがロケの達人らしく、一見見落としてしまいそうな一場面。あまりの細かさにメンバーから、そこ、もうクレーマーですやんと逆に抗議の声が上がる。果たして中間と小滝は、無事にワンハンドロケを終えることができたのか。そして大木から高評価を得ることができたのか。二人の反応にも注目だ。